じゃあちょっとドミーの場所だけ確認して行こうかな。すごい、岡崎に来たらなぜかチャンネル登録者数が172人増えてました。やったやった、なんか一気に増えましたね。168とか出したから4人ぐらい増えたの。なんだやっぱ岡崎ってそういうオーラがあるのかな。あ、じゃあ岡崎のツイート上げとこう。やっぱ万歩計で食ったら一気に172万人とかに増えてる。それもないか。せめて1700人とかね言うときなさいよって話ですよね、あ、でもすごいな。あれ、そう、ドミーの場所調べとかんとね。いやだって日が丘学校やろ、日が丘から。あれ、金星できとるやん。伊賀西に金星できてるんや、光るんやけど。あれ、ここか。じゃあこれ大十字やろ。あっちか。あー、わかりにくいな、これ。どう行こうな。もっとあれだ、東に行かないといけないんだ、稲熊は。間違えた。どうしような。通り出て、北の筋の通り出てか、いや、右、左曲がった方が早いかな。微妙なとこなんですよ。あー、曲がって、これ、ちなみに、モダン道路っていうらしいです。すごいな。モダン道路って言うんだ。ってところに行きます。もう、最近、YouTube 界隈の人は、本当に、岡崎の地図にどん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 詳しくなってますからね。そうそうそう。岡崎だけは多分こういう風に言っても結構ピンとくる人も多いんじゃないでしょうか。ということで、愛知大附属の特別支援学校の先の交差点曲がって、そこからくるくるって行った方が早いかな。ドミーの駐車場一つ遅れ払わなかったら右折が大変なんだよな、大通りの方に出ると。どうしような。ワークマンがあるやん。これワークマン寄ってかなあかんねん今日。ちょっとね、仕事で使うので、買いたいのがありますんでね、じゃあ右曲がって大通りでワークマンに寄ってこう。よし、決まり。よし、ということでね、まあ、おっさんの顔を写しとっても仕方ないですからね、綺麗な岡崎の街並みを写していきましょう。この前の通りがね、モダン通りらしいですよ。すごいね、軽自動車の枠を。ごめん、普通車の方に止めてって思ってしまうぐらい。おお。で、これまっすぐね、このアスケ方面ね、これね、足を助けるって書いて、これでアスケって読みますね。これは豊田市で、ですよね。まあ元旧アスケ町ですよね。で、もう一つ北の筋でやらかのかな。あ、これでさっき私が通り過ぎて取った道の方に出るんですね。豆乳飲んだら胃腸が動いて急激にお手洗い行きたくなったな。あと水一気に飲んだからか。かなり複雑な交差点なんですね。次こっちの番かな。よし、信号よし。映してなかったけど、さっき曲がったところ逆だったんだな。同時で見覚えがある。あれだ、そうだ、奥だ、奥に、そうだ、こっちが稲熊だ、そう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 だ、思い出してきた、ね。どこにワークマンだろうな。さっき俺
山のあたりは庭のようなもんとかって言ってたのに、ワークマンの場所すら分かってませんけどね。あれサイデ、あれこんなとこにサイデあったっけ、あれあれ、いやこのサイデは新しいだろう。うん、見た感じ新しそうだけどな、多分私が前稲妻来てた時にはまだなかったはずです。だからね、6年以上、6、7年以上前からね、ある店やったら任せますよ。大丈夫かな、そう、正直稲妻は、矢作の方は結構ぼちぼち応援に行くことも多かったんですけど、稲妻は案外少なかったんですよね。あ、三河屋あるな、あれ三河屋ってこんなとこあったっけ。三重県の人で、昔パワーズっていうお店があったのをご存知の方は いらっしゃるでしょうか。あれ実はこの三河屋さんっていうところがやってたスーパーマーケットのブランドなんですよね。あれあれもうアンミカじゃん。あ、ブランコビリーが出てきた。あれワークマン、あれせん。あーじゃあ、千円系。どうしよう。アミカだからこれ右折だよ。あ、無理だよ。こっから右折は無理だって。もう、このシェルも、稲妻町ですもんね。あー、ドミーが過ぎてゆく。ドミーオーバー。あー、いや、ここで、左折、左折で行こう。お、なんかグラウンドが出てきた。岡崎学園のグラウンドなんだ。わ、へぇ。岡崎の石山町。あ、石の公園だって。いや、石ってもしかしてあれか。今日、桜神社のところでフラグを立てましたよね。すみません。このシリーズと別に撮ってるのかな。もう一緒に流すのかな。そう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 。今ね、桜咲く、神社お参りっていうのでね、やってるんですけど、これ岡崎は多分単独でちょっと、別撮りっていう扱いにしてると思うんですけど、あ、出てきた出てきた、石屋さんがいっぱい出てきた。そうで、その桜神社の、鳥居の石を作っとったのが岡崎にある、ところですよっていうふうになっとって、稲の熊から猫沢、猫沢池ってここに入っちゃいましたけど、間違えたな。さっきのところ右折の方が良かったな。間違えた。やべえ、めっちゃ大回りしてる。今滝町、ちょっとローソンやろ、取れてきて。待って待って待って、なんだこのローソン、むちゃくちゃ駐車場広いっすね。前も全部駐車場、何台分あんのこれ。すごいな。とりあえずこれで借りよう。